この最近の世間に対するクリスマスの風潮っていうのがね、大変不快でしかないわけだ。我々にとってしまえばね、えー。大変不快でもあるし、世間の人様方にどれだけこのメリークリスマスだってのはっちゃける人たちがね、世間に対して迷惑をかけてるかっていうのははっきりとね、水を差すわけではないんだけども、はっきりと今日はね、ちょっと申し上げたいなと思うんだよね。まず先にみんなに言いたいのは、まあ、メリークリスマスだと言いたいね、うん。本当に祝い事だ、祝い事だっていうのは分かってるからメリークリスマスだとは皆様にもはっきり伝えたいんだけどもね。 今か今かとね、あのメリークリスマス会場に向けてこじゃれた格好をしてね、今か今か飛び出そうとしているワコードの皆さんにね、えー、出発前にこれだけはね、聞いていただきたいんだ、私に関してはね。えー、まず先に言っておくけども、君たちワコード、ね、あの体を持て余しているワコードたちに、これっぽっちも嫉妬したりだとかね、羨ましいなっていう感情はね、ほん 本当に一切ないわけだ。もう見てわかるように私はね、今家族と水入らずなクリスマスを楽しんでる最中なわけだよ。それに、あの君たちに対する助言だという、助言の、えー、メッセージだということはね、まあ先に皆さんには分かっておいていただきたいね。見る前にね、これね、そういう感情移入を持たれてね、えー、このクリスマスに対する本当の話っていうのだけ、あのー、ちょっとね,ねあの、横にずれるわけにいかないから、やっぱり僕はちゃんとこれだけは言っておきたいんだけども、君たちのクリスマスっていうのがちょっと間違ってるぞというのをね、あのー、解きたいねと思って、 こて動画出してるわけだよね全然そういう気持ちはないんだけどもまず一つ目にね君たちに言っておきたいのはねはっきりと言っておきたいんだけどもクリスマスっていうのは何の日かっていうのはみんな知ってるかどうかなんだよねただの祝日じゃないわけだ今日だってねクリスマスっていうのはどういう日かっていうのを分かっておくべきなんだよねキリスト様イエス・キリスト様のねお誕生日会なわけだよ 君たちね、家にね、なんか日傘を差したおばあ様方二人が来たらすぐに追い返すくせにね、こういう時だけなぜイエス・キリストマのね、誕生日をお、ね、お祝いするわけだっていう、まずそ、とてつもない疑問が残るわけでね。そして祝い方にしても、祝い方っていうのはどうなの祝い方っていうのは普通ね、拍手をしてね、おめでとうなんて言ってね、あのー、まあ、クラッカーを鳴らすなんてのは祝い事なんだけども、君たちのやり方はね、えー、なんか男女でみだらな行為をしてね、えー、そういうことが、 祝い方なのかい君たちのイエス・キリスト様の誕生日の祝い方なのかいって言ったら、いささかもう、お猿さんのような祝い方だねと思うんで、ちょっと意味がわからない。その根底からが間違ってるしね。何よりね、その性功渉というものだよ。性功渉というものをクリスマスって過去つけて行うことしかできないのかいっていう、それは本当の愛なのかっていうのはちょっと疑問に思うけどね。僕は普段からそんなクリスマスなんて過去つけなくても、それは性功渉を行うことができなきゃ、それは本当の愛とは言えないと思うんだけどね。むしろ、本当の愛は溢れる。 溢れていないなわけだねえこの東京の街には東京のイルミネーションの光の中にはあふれていないわけだ本当に幸せっていうのねうんそれは大変思うそして君たちのその行動っていうのがね盛り上げ過ぎたクリスマスの間違ったね盛り上げ方っていうのがね 多大な迷惑をね、今、私にもダイレクトにね、あのー、感じてるわけだ。それは何かっていうとだね、我々はご飯なんてね、作ってくれる人もいないわけだし、ね、自分で自炊してるわけでもない、自炊する能力もないわけだから、コンビニにね、買い物に行くわけだよ、今日だって、コンビニにも行くし、いろんなお弁当屋さんに行くし、いろんなとこでみんなご飯をね、夜ご飯買うわけだよ、みんなね、クリスマスとは無縁の人たちは買うわけだ。そしたら僕はいつもね、揚げ鶏を買うわけ。揚げ鶏ユーザーだから、揚げ鶏大好きなんだセブ,ンイレブン セブンのね、あれおいしいんだけど今日揚げ鶏がなかった何がなったかっていうねチキンレックってなんかそのでかいめちゃくちゃでかい450円ぐらいするねたまげるぐらいだから1人じゃ到底食べきれないようなサイズのねチキンレッグを20個ぐらい並べてたわけだようちの最寄りのセブンイレブンバカだれたことそれそれおかしいじゃないかと我々ね普段、セブン普段からセブンイレブンに公言している揚げ鶏ユーザーのね思いをね君たちの盛り上げがね あの、間違った方向に進ませてるわけだ、セブンイレブンのね、大元を。何を考えてるんだと。チキンレッグなんか一人じゃ食べきれないし、あんな高いものをね、一個買うわけにもいかないしで、私、泣く泣く今日ね、一番揚げ鳥が食べたい時には一番揚げ鳥を食べきれなかったっていう、それと、とててもない世間に、飲食店に多大な損害を与えてるわけだよ、君たちの盛り上げ方っていうのはね。そして、まあ、最後に言いたいのはだね。うん。 まず根底に戻すけども今はもうあの靴下まで履いたねワコー子たちに言っておくけどもねあのクリスマスというのをね履き違えてるのはね君たち子供の頃を思い出してみるなとお父さんお母さんが君が寝てる間寝静まった間にねサン,タサンタのコスプレをしてねこっそりこっそり入ってきて君が欲しいものをねやれゲームボーイだとかねバーチャルボーイだとかくれたわけだろう君たちにその時の朝起きた時の喜びね それを考えてみなよと、もう一度。その時のクリスマス、君の大事なクリスマスの思い出を変な、変なね、あバズレでね、あの、浮気するんじゃないぞよと。それはも,もう間違っていない。君のクリスマスは大事なクリスマスの、少年の頃のキラキラしたクリスマスを僕は守りたくてこういう動画を出したわけだ。ていうか、あ、笑いたいなら笑えばいいさ。 26日、27日ね、ね、下界から逃れてきた君たちがね、この動画を見たときに、笑いたいだけ笑えばいいよ。腹を抱えて笑えばいい。でも僕はね、これだけ言いたいんだけど、君たちに対して思って言ってることはもう全て事実だし。 君たちを私は笑ってるよということとはねね、まあ、大全体にってきたいねっていうようよ、ね、わけで、まあね、えー、まあ、君たちもね、えー、今日は家で過ごすこと、ね、とりあえず LINE を送ってですね、待ち合わせ会場に今日は突然来れなくなったと、おばあちゃんが死んでしまったとかね、いう理由をつけた身内の不幸があったという理由でね、えー、身内の不幸では書き消されるからね、さすがにね、えー、そういうことを送ってね、君たちも、えー、正当なクリスマスの過ごし方を、世の子供たちのクリスマスをね、どう祝うかとか、そういうことを 考えて、えー、今日は眠っていいたただきたいね眠って、まあ、2日間ぐらい眠っていただきたいねっていうのがね本心なんだけどもね、えー、そういう風に、えー、いい年末を迎えれるように皆さん過ごしましょうということでどうかだね以上です。<noise>